とよろしく。旅の北海道と沖縄、どちらを選ぶか。私は旅行に行くなら沖縄ではなく北海道だ。家族会は旅行を満喫できるのは比較的沖縄よりも北海道であるんだ。なるほど。うん。他の人はどう思っているんだろうか。ありがとう。お客さんは北海道発見しているようだ。一応やると思うけど、僕はやっぱり沖縄派だ。なぜかというと、お客さんは北海道発見しているようだけど、北海道を旅行する家族は大抵行く先を決める段階で全体率に陥る。その通りかもしれない。あとは北海道は寒いし心理的余裕も奪われる。そうそう、うん、沖縄よりも北海道の方が家族みんなで旅を楽しめるとは言えないという結論になるな。僕はお客さんと同じ北海道派だったけど、やっぱり沖縄派だった。だって沖縄は旅行に行ってのんびりしたいな。沖縄旅行の客って大体のんびりしたい目的だと思う。そうなんだよ。沖縄は本土での戦争に疲れた人を対象にした観光地として注目されている。要するにのんびり沖縄を旅したいな。つまり旅行に行くなら沖縄がいいという結論になります。結論がまとまったな。その通りだ。僕たちは違ったけど、人間の石黒は君と同じ意見かもしれない。話すことがあったら聞いてみてほしい。ここで一旦終了にしよう。どうしよう。